くださいよ。これが日本語を学んだってことだよ。そんな経験取れなくてもいい。ただこの気持ちをね、持ち帰ってください。そしたらみんな認めてくれますよ、日本の人。ね。ということで、じゃあ、尾崎豊さんで、僕が僕であるためにを歌わせていただきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。Thank you.